最初はただ楽しいって通ってたけど、チャーチでいつも聞くことは You are special、 私自身が神様の目には価値がある、大切で愛されている存在だってことだった。私がいい子にするから愛されるんじゃなくて、神様はありのままの私を愛してくれていることを知りました。それが嬉しくて嬉しくて私の自信になりました。自分はみんなと一緒なのが嫌で、何か特別な存在になりたくて、だから人がしないようなことにチャレンジしたり、人に認められることが僕の自信でした。でもチャーチに来て You are special、 神様は僕を特別な存在だって認めてくれてる、そして僕にしか成し遂げることができない特別な将来を用意してくれてることを知りました。それが今僕の自信です。初めてカズを見た時は、どこのヤンキーがチャーチに来たかと思ってすごい不思議で、でもカズはいつも教会や人のために一生懸命で、時々無理をしすぎて心配になることもあるけど、でもイエス様は俺のために命を懸けてくれた、だから俺も自分の人生を人のために使いたいって妥協せずに頑張るカズを本当に尊敬してます。初めてリナちゃんに会った頃は話すこともほとんどなくて、まあただの友達だなって感じでした。でもチャーチで一緒にいろんなことをする中で、リナちゃんはいつも協力的で、決してネガティブを言わず明るくてすごくポジティブな女性だなって。そして今は誰かのために一生懸命なカズは私の誇りだよってめっちゃ励ましてくれます。世界一素敵な彼女の笑顔を一生大切にしたいです。結婚の準備を進める中で本当に毎日喧嘩ばっかりで、これから大丈夫かなって思うこともちょっとだけあったけど、でも神様は私たちをありのまま愛してくれて、どんな状況であってもその愛を信じてるから、だから私もカズを愛し抜く自信があります。そして You are special、 みんなは特別で愛された存在なんだってことを、私の人生を通して私の生涯をかけて伝えていきたいです。昔は生涯一人の女性を愛せるのかなって不安だったけど、でもチャーチに来て神様が変わらないガチな愛で愛してくれていることを知りました。この神様の愛を僕たちもらってるから、僕も将来リナちゃんを愛し抜く自信があります。そして You are special、 僕たちの将来には特別な計画があって、一人一人に使命があるということを僕たちの人生を通して伝えていきたいです。僕たちは今日夫婦になりました。神様が2人に用意してくれている大きな将来に向かって、 You are special、 あなたは特別で愛されている存在、これを伝えることが僕たち2人夫婦の使命です。 Go for destiny!